源氏物語、源氏物語の登場人物、式部境愚の北の方、式部境愚の北の方とは、源氏物語に登場する架空の人物。兵部境愚の北の方あるいは、式部境愚の大北の方などとも呼ばれる。兵部境愚の正妻であり、自身も夫に釣り合う高貴な羊と見られる。髭黒の北の方あるいは、髭黒の元の北の方などと呼ばれる髭黒の最初の、 妻の生みの母であり、その他に王女ごと呼ばれる娘などがいる。紫状から見ると、父の精妻であることから義母に当たる人物になる。四季京教偶の北の方は、直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。紫状の母と、紫状を嫌い夫兵部教具から遠ざけようと、する。光源氏に引き取られた紫状の幸せを妬む。 光源氏が妻の父である、夫式部境遇の五十の場を行ったが、自分の娘の王女後については講演しないことを不満に思う。娘が髭ゲクロと離婚して帰ってきた際には、光源氏の幼女である玉カズラが、娘から髭ゲクロを奪ったとして、夫式部境遇に八つ当たりする。紫女はこの人物が、自分に悪意を持っていることを気にしている。ありがとうございます。